大原はじめ、1984年7月24日隊は、日本のプロレスラー。本名、大原はじめ。中学生の時に、高田道場に通い、高田信彦や桜庭和志から指導を受ける。卒業後は、服部栄養専門学校に通い調理師免許を取得する。2003年、登竜門の13期生として入門。登竜門では新日本プロレスの岡田和親と共に練習した。2004年5月16日、メキシコアレナコリセオの松山勘十郎戦でデビュー。2005年、新日本プロレス LA 道場に遠征後、CMLL に参戦。奥村茂雄、田口孝介との神風2パンズトリオを結成。CMLL のレギュラーとして活躍。2006年、22歳でMWE世界ウェルター級王座を獲得。2008年、ドラディション・ヤンウェイに参戦。バルセロナでウルティモ・ドラゴンとマスカラ・コントラ・マスカラを行った。また、地であるウルティモ・ドラゴンからMWEインターナショナルジュニア B 級王座を奪取する。同年の年末よりハッスルの所属になり、レイ・大原の名で活動する。2009年8月23日、メキシコ、アレナメヒコのメインでウルティモドラゴンとのマスカラコントラカベジェラを行う。同年12月からスマッシュの所属となり、リングネームを大原はじめに戻す。2010年8月、スマッシュ本体を離れ、フィンランドの FCF の一員として、スターバックに師事し、主にジェシカラブとのコンビで活躍する。2012年4月からは、スマッシュの事実上の後継団体である、レスリングニュークラシック、WNC に所属し活動。2013年1月に WNC を退団。その後、プロレスでの活動が見られなくなったが、同年春にプロレスリングノアに、突如、ノーマーシーの新メンバーとして出現した、正体不明の覆面レスラー、マイ・バッハウア・ジュニアが大原と似た技を使用したり、体型が類似することから、大原がその正体ではないかと噂されるなどした。スワ・ジュニア、初登場は、2013年3月31日のノア後楽園、ホール大会。スワ扮する、マイ・バッハ・谷口ジュニアとマイ・バッハ・谷口のシングル戦に、マイバッハ谷口ジュニア側のセコンドとして現れた。この日は試合は一切行っておらず、目立った行動も行っていない。その後、同年5月12日後楽園、ホール大会、箱舟新章に出場予定だったスワが、前日の日本武道館大会、ファイナルバーニングイン武道館で頸椎を負傷し、長期欠場となり、急遽代役として、マイバッハスワジュニア、なるレスラーが登場することとなった。そして当日、平柳玄範と組んで、丸藤聖堂と小川義成と対戦。これが、マイバッハスワジュニアのデビュー戦となった。試合は、11分1秒、丸藤の腕ひしぎ逆十字固めに、平柳がタップアウトし、敗北した。その後、ノーマーシーの一員となり、フリーランスとして、ノアへ、継続参戦することが発表された。スワは、マイバッハスワジュニアの正体に関し、スワの知っている人物で、実力者とした。2013年3月には、平柳とのタッグで第7回、日テレ G 杯争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦へ参戦。2勝2敗の勝ち点4で、A ブロック3位に終わった。なお、同リーグ戦開催期間中、GHC ジュニアヘビー級王座を保持する石森太にからタッグマッチ、シングルマッチでそれぞれピンフォールを奪っている。2013年8月24日後楽園大会サマーナビグ2013丸藤聖堂デビュー15周年記念大会において GHC ジュニアヘビー級タッグ王者である重心サンダーライガーとタイガーマスクのタッグ初防衛戦として平柳とのタッグで挑戦する。なお体格などは一切公表されておらず、体重がジュニアヘビー級であることのみが判明していたが、試合に挑戦するに先駆けて、身長 174cm 体重 9kg と発表された。選手試合は、序盤から執拗にライガーに覆面剥ぎ行為を行っていたが、逆に怒りを受けて覆面剥ぎをされ、頭部が露出した状態になり、防戦一方になった。そして試合途中で、自ら覆面を脱ぎ捨て、正体が大原であることを明かした。試合は16分7秒、ライガーのなだれ式垂直落下、ブレーンバスターからの体固めで、ピンフォールを奪われ敗北。また、今後は、大原として参戦を続けることが正式発表された。2014年1月、ノーマーシーを裏切り森島武史率いる長期防軍へ加入した。2015年3月28日、正式にプロレスリングノアへ入団した。2016年3月19日、GHC ジュニアヘビー級タッグダッシュ。2017年より定時制高校に入学。マイバックスはジュニア、男性、生年月日非公開は、日本のプロレスラー。当初は、正体不明の覆面レスラーで、その組成、体格などは一切公表されておらず、体重がジュニアヘビー級であることのみが判明していたが、後に、身長 174cm 多重 90kg と発表され、さらに正体を自ら覆面を脱ぎ、大原であることを明かした。プロレスリングノアで活動し、ユニットノーマーシーに所属した。経歴について、詳細は、経歴の章を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。